中日ドラゴンズ対阪神タイガースのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところ。引っ張った、高い打球ライトへ、ライトが取りました。バッターは2番に入っている柳田、ただのまずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。インコース打ちました、ファーストの左抜けました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番岡本、ヒットでランナーを一塁に置いています。内から入りました。できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、セーフ。3球目は何で来るか。もうここは歩かせた方がいいでしょうね。そうですね。打ちました、大きな打球になった。このフライはヒットになりそうだ。センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン。ここで先制点を奪われてしまいました。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。5番バッター坂本、ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負った場面。2球目は何で来るか。落としてきた、しかしバットは止まっています。アウトコース打ちました、ファーストうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。さあこれからタイガースが守備につきます。大島が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。最初は変化球持ってきました、ストライクです。2球目打ちました、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まです。さあそして打席には木下が入っています。さあ一打同点のチャンス、まあここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですね。際どいコース見送っています。これが2球目、ファースト掴んだ、一塁送球、一塁アウト、しかしこれは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには柳田が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど、そうですよね。いいボールが来てますよ、インローのストレート、力のあるボールです。ファウルです。切りました、ファウルボール。坂本が掴んで2アウト、バッターボックスは5番リック、2アウトになっています。ライト方向流します、1、2塁間を破る、ランナー出ました、ドラゴンズです。2アウトランナー1塁、打順は6番高橋。ドラゴンズ先制を許した直後のイニングでしたが、この回逆転しています。ファウルになります。打球はライトへ、ここは打ち上げています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。試合は最終回まで来ました。追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックスには6番前田。ドラゴンズ1点リードで迎える最終回、ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるの、まず何を投げてくるか。際どいコースに送ってストライク、156キロがいきなり出ました。惜しいですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、バッターから遠いところ空振りになります。
ワンボールツーストライクです。インローボール。アウトコース打ちました。菊池。アウト、ワンアウト。バッターは7番に入っている山田。ワンアウトランナーありません。初球打ち、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。バッターボックスには代打の坂倉。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあそうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。まあ、キャッチャー強肩ですからランナーも警戒していると思いますね。そうですね。これが3球目。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。インサイド打った、抑えた、二塁送球、際どいタイミングもいい。バッターボックスには代打の浅村。ゲッツー崩れでランナー残りました。まず打ちをついてきました。ランナーに神経を使いながらの投球になります。西さん、このカウントでランナーがスタートするということはありますか。とりあえず1球を待つんじゃないですかね。まあそうですか。打ち上げた、ファウルグラウンド、ファウルボール。左中間へ持っていった、最後はライナー掴んでアウト。これでアウト、試合終了。